青官邸は、神奈川県小田原市にある歴史的建造物。1906年に、神奈川県足柄下郡小田原町に建てられた、政治家、公爵、黒田町生の別邸である。旧小田原城三の丸外角道類の南向き傾斜地に立地。現在、敷地が、国の史跡、もやが、国の登録有形文化財となり保全、公開されている。もやは、 すき家りの平家、二階家が眼光に連なる。平家部分は造営当初のものとされ、関東大震災をくぐり抜けた貴重な建築である。また板たブスマややンマアジログミ天井などの衣装も優れ、NHK 制作、美の壺で取り上げられた。母屋は、真鶴半島や大島を望む相模湾と、箱根山の継承に恵まれるほか、 よく保存された旧小田原城三の丸外郭土類を確認することができる。現在土類上に残される庭園は松を主体とする芝庭で松林が連なる海と山を借景として巧みに取り込んだものである。毎年黒田長生公爵の命日である8月14日に公爵を偲ぶ桜田二期が催されている。 内観、一階の客間中には明治期の小田原には、相模湾沿いの海岸地域を中心に、1890年の伊藤博文による、総老閣をはじめ政財界人の別荘軍が、形成されていた。1901年には、小田原城内に御用邸が完成し、皇室関係者も、小田原に居住するようになった。しかし、1902年の小田原大改章により、 海岸沿いの別荘が大打撃を受けた。その後は、聖艦艇のように海を望む高台に別荘群が形成された。高台は、箱根山系から伸びる尾根の先端にあたり、いずれも旧小田原城三の丸外閣、大外閣として用いられていた場所である。当時の主な別荘所有者としては、東から順に黒田長生、山下亀三郎。 大田黒十五郎、瓜外吉、官員の宮琴人信郎、増田隆山形有友、清浦慶吾、大倉喜八郎などが挙げられる。黒田長生は1906年当時、貴族院副議長を務め、1903年まで同議長であった、この絵集まろと密接な関係にあった。この絵は学習院小田原移転計画を主導しており、 細川淳次郎など学習院関係者で、このごろ小田原に別荘を構える者が少なくなく、黒田も、そのような人的関係から、小田原別邸を構えたものとされる。特に同時期に隣接して、別荘を構えた、官員の宮こと人新郎家とは、交友が深く、1914年には、黒田朝礼と、官員の宮重子女王との懇儀が整えられた。 1924年、数密顧門館任命後は、小田原別邸で過ごす時間が長くなり、周辺地に財を取った多くの監視を残している。1939年、黒田朝整皇居の後、1941年には、浅野公爵家に譲られ、戦後東京国立博物館館長、浅野長武の自宅として使用された。この浅野家時代に、 敷地の下半が分譲され、小田原城三の丸外角の水堀を利用した、庭園や広大な梅林が失われた。その後1963年には、第一生命保険者が購入、管理職以上の保養所として使用された。2005年に、おもやが、登録有形文化財に、登録、2008年に敷地、建物を、小田原市が、取得、2010年から、 小田原庭園交流館、生館庭として一般公開されている。なお山形有り小田原別邸古希安で使用されていた、町宅が特殊化により、寄贈、一般に利用されている。ありがとうございます。